一品、今夜はスペシャルな寿司三昧、銀座久兵衛で握っていただきましょう。歴代総理大臣や美食家北大路魯山人も足しげく通った名店。のれんを守るのはこの男。今日は何から握りましょう。二代目主人今田洋介。やはり何といってもやっぱりマグロは、まあ、横綱であり王様であり欠かせないものですね。マグロがなければ寿司になりません。まばゆい輝きに秘めたるは濃厚な味わいと深いコク。そして極めつけは感動的なまでの食感。関口厨房、まずは江戸前握りの王者マグロの登場です。京子ちゃん今のどうだった？すごい美味しそうでした。ああいうの食べたいんでしょ？はい。ズベー、すごい。和歌山の紀州沖勝浦さん、各国の全部あるね。全部ある。そうです。赤身から中トロの一番いいとこですね。それから大トロにかけます。それぞれの部位の楽しみ方を味わっていきたいと。トロって見てるだけでこっちがとろけてくる感覚ってありますよね。あるでしょ。じゃあまずですね、上の赤身。うわあれでほっぺたバンバンやってほしいですね。赤身はどう使いますでしょう？はい、漬けでしょ。漬けいいですね。こちらにお酒が入ってます。で、酒の中にですね、たまり醤油、これはね、火入れをしてないいいお醤油ですね。もうこれだけでいいんですよ、お酒と醤油。あ、はい、これだけだと。そうです、漬け込みます。これが染みていくんだ。染みて、もう一つここもあるわけですよ。カマ2はここ一番うまい。カマの、うわ、すごい。でこれをね、炙り。これがまたね、そうですね、いいですね。パッと火がつくわ。これだけ油がたっぷりってこと。これすごい。何これ、焼肉みたいじゃん。外は香ばしく。すいませんね。うわ、いいな。すみません、床屋さん行きました？ごめんなさい。うーん、もう本当口の中で溶けるような感じよ。いい、うらやましい。これはうまい。さあ天ぷらの方行きますけどもね、はい、天ぷら今日は16品。